木曜人生劇場天知事。毎週木曜、20時からの50分間の生放送、素敵なゲストをお迎えしてお送りするヒューマン番組でございます。ありがとうございます。この番組は浅草橋鳥越神社前にあります鳥越あずり FM からコロナ対策をしっかりしてお届けいたします。はい、こちらではですね、コロナ対策をしっかりしております。演者スタッフの検温を行っています。換気は50分に1回行っています。番組入れ替え時、スタジオ内をすべて消毒しております。トレイルというですね、除菌機器を導入しています。そして、鳥越あずり FM のスタジオは窓があるんですけれども、緊急車両のサイレンや台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるかと思いますが、何卒ご理解ください。はい、ありがとうございます。今日今までの中で一番あのスムーズにいきました。クロちゃん、ありがとうございます。はい、自覚しておりますというわけでやってまいりましょう木曜時世劇場天知人。パーソナリティはあなたの発電所パワープラントのアンケイヒと、本日のアシスタントは、はい、すごい縁を見つけてくる黒田由美です。ありがとうございます。どうですか、今日ね、知ってたんですよ、このね、いつもクロちゃんが自己紹介するときに何かこういった冠というかね、はい、こうトレードマークっていうの、はい、を言うようにって言ってたんですけど、今日のこう打ち合わせの雰囲気を見ていたら、そこをやってなさそうだったからそうだ、どうし、でもそれでもきっとこの人ならあのぶっつけで何か投げたらやってくれるというふうに思って知ってて振りましたちょっと回りましたけども、はい、ね、さっきちょっと打ち合わせの時にね、びっくりするようなご縁があったりとかしたので ね、はい、そうでしたね。はい、ありがとうございます。あ、早速コメントいただきました。ありがとうございます。あんちゃん、ゆみちゃん、久しぶりに見るって、ありがとうございます。あいこさん、ありがとうございますということでね、あ、今日が7月のクロちゃんとは1週目な感じですね。そうです、今月ね第1回目です、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。実はね、久しぶりな感じするんですよね、皆さんは ね実はあの前回ね、あの私がサブローさんとこう出てる時にね、はい、あのクロちゃんをインタビューするという感じで、クロちゃん密着で実はあのちょっとあの一日中ね、動画撮影班の人がずっといてね、それで、はい、ラジオを出てますっていうのも、はい、その、はい、何、動画の中、動画っていうか、ね、の中に入ってて、はい、それで私たちあの今日サブローさんとの会なのに、うん、クロちゃんとこの番組をやってるっていう風の、ね、シーンを、ね、そうそうそう、撮影する必要があるということで、はいはい、先週 ねオープニングトークの様子をそっくりそのままぶっつけでやってね。そうです、本当にあのガチな、ね、ガチなやつね、オープニングトークでしたよね。あの、うんうん、七夕がっていう話で、そうそうそう、七夕の思い出がとかいろいろ話して、ね、これは撮影用であって、うん、どこにも出る予定がない感じ。そうそうそう、でも丁寧に話してね、丁寧に話して、ね、すごくなんかこう、え、これって本当に今生でやってますかみたいな風でしたよね、あの感じ、うんうん、ね、ちょっとどんな風に使われるか分かんないですけども、 その中であのあんちゃんからもコメントいただいたりですとか、うん、すごいね、はい、あの出来上がりが楽しみです。そうでしたね。それでね、だからね、先週もこのシーンあったんです、私たちは皆さんはあれだけどそうそう、それでね、あのなんかあんまりこう久しな感じが、ね、うん、ちょ感じられないな、うん、みたいな感じの中です ね、 ね、そう、はい、まあ、そうは言いながらしばらくぶりなんですよ ね、うん、そうね、じゃ、うん、この1週間あんちゃん最近どうでした。あ、そうですね、私はですね、はい、もうまさに先週は、うん、午後、先週の金曜日、はい、三島物語で、三島物語、はい、朝起きて、うん、昼まで、はい、恵比寿で仕事します、はい、
で2時ぐらいの新幹線乗って大阪に行き、うん、大阪行って、はい、で大阪であのライブハウスで、うん、あの講義をさせていただいて、でその後夜名古屋に帰るっていう相変わらず三島物語って久しぶりにそんなことやって、なんかねあのそういうのをもうなんか、うん、Facebook でねアピールするのももう何年か前にもうそういうのはもう良くなったのにねどうしても言いたくなっちゃって面白すぎて、それで久しぶりにフェイスブックにそういったことをね、うん、投稿してた感じですね。あなるほどね。近々あの福岡も、ね、そうですね遠征といえば福岡も行きますね、はい、あそうそう、それでね、うん、大阪のこのライブハウスさんで、うん、言ったらいろんな本の著者の方が、うん、あの公演っていうか、まあうん、トークライブするような会場だったんですよね、うんうん、大阪のね梅田のラテラルさんというところで、あの URL あの最後に送った URL ちょっと出してもらえるとありがたいです、うん、そういうところがあるんですよね、うん、なんか歌う歌うところかと思ったら、うんうん、あの歌う歌うっていうライブはやってないらしいです。へなんかギターの弾き語りとかだったらいいかなみたいな感じみたいですよ。それで今基本トークライブみたいな感じ、うん、あ基本トークライブの感じですね。それねダーッと見ていくとね、はい、あの7月の、8日ですかね、7月8日のイベントって出せます、これちょっと21日、ちょっとねあのホームページのトップページ出してもらって、うん、で直近の予定を一番上もっと上ロゴかなんか押してもらったらスケジュール、そうだねスケジュールとか押してもらうといいかもしれない、はい、はい、そしたらきっと1週間前ですから7月の8ぐらい、はい、あそれですこれおアンケージが、はい、押してもらっていいですか、ありがとうございます。無観客開催、うん、途中でねあのちょっとコロナが今増えてたから、はいはい、なのであのもうお申し込みいただいた方たちにあのもう2日前かにご連絡させていただいて、で皆さんもネットで見ていただいたのに、うん、実はお一人ね面白いですね、あのこのメールをご覧になられなかった方お一人だけいらっしゃったのでその方はもうびっくりですよ、え私だけですかっていう風になって、そうそうそう、ね、そんなことがありましてね、それで、うんうん、あまあねお一人ですからもうな70人入るところで一人だからコロナ対策はバッチリなんですよ、バッチリバッチリ密なし密なしで、ね、ある意味まあその方はもう喜んで帰って帰られました。いやすごいそうねすごいね、それもびっくりなことに、うんうん、あの愛知県からこのために新幹線乗って日帰りで帰るっていう予定の方でね、そうあよく来てくれたねって、うんうん、で私も実は今から名古屋に帰るんですよって言ってもう帰りねあの新幹線の中で一緒にあのビール飲みながら帰ってきました。いや幸せ、そういうのもなんかご縁かなと思って ね、うん、ね、それで今あの画面で出させていただいているのは何かと言いましたらね、あの、まあ、あの暦的に言うと8月からがもう下半期なんですね、2022年ね、はいはい、ですからこのタイトルって2022年下半期をっていう、まあ、そういうセミナーっていうか講義だったんですよ。なるほど。でまあね、話してみてなかなか傑作だったんで、ね、あの私多分自分の自主開催のセミナーってあんまり、ねうんうん、ご存知の通りやらない派なので、うんうん、ですからまだなんかチケット購入できるらしいんですよ。でアーカイブでねご覧になったらいいかなと思って、うんはい、それで、まあ、今回私がセミナーやると5000とか1万とか1万5000になりますけど今のとこあのここあのライブ会場さんが金額設定されてますからあの3800円ぐらいで買えるんですよ。相当いいと思いますよという感じ で確か販売なんか期限が決まってるらしいんで、はい、あのもしね早めにちょっとえ何私下半期のヒントが分かるのっていう感じ です、ね、あ7月22日の7月22日の金曜日、うん、来週ね視聴か視聴、購入もあと視聴可能も、うん22日の23時59分なので、あ、それは大丈夫です、店長に言っときますから、はい、お急ぎください、はい、あのなのでねきっとね3500円でそんな話絶対しないから、はい、下半期に向けてそうなの、角川さんから今回あのこういうお話ありますけどいかがですかって言っていただいてっていうので全部決まったんで、はいはい、自主開催ではないんで皆さんねあのお得にっていうのもありましてね、はい、あとまたご縁があって、うんはい、ここのオーナーさん関西大学の後輩だったんですよ、話をしてたら、パイセンですわ、はいはい、それでねもう知った瞬間にいきなりもう私先輩面ですよね、あらあんちゃんがね何でそっつとか言ってね急に縦社会出してそうですそうですそしてねあの私は法学部 で、はい、であの店長さん彼は、文学部で、うんうん、実は関西大学って法文で法学部と文学部で人をこう
山の上にっていうか坂の上にあって、ちょっとなんかエリアで学部ってこう、あるでしょ、そうね法文くくりなんですよ。あら、ですから、あ、文学部なのねみたいな感じで、さらにこうね親近感が増して、ね、で今回無観客だったけど、今度ね、あの大阪で何かするときは、あの全部ここでやるからねっていう先輩面を、嬉しいね、帰ってまいりました。また律儀だからあんちゃん、いや、いいご縁でしたね。ご縁でしたね、大阪ちょっと私も強化していこうと、考えております、でね、最近っていうとね、あの公式英手帳ボイスっていうのを、やってるんですよ普段。ちょっと画像をね、送った画像わかりますか。あ、それです。あ、今が出ました。公式経営手帳ボイスっていうのをさせていただいておりまして、これはあの、使っておられる愛用者さん、愛用者さんの活用法をみんなから聞こうっていう、そういう企画でございまして、今16番目の方とのやり取りの画像を今出させていただいております。あの100人分の話を聞けばね、すごい、今この手帳を手に取っておられる方が年間で5000人いらっしゃいます、ですからね、あの皆さんにぴったりな、あ、こういう使い方いいよねっていうのが、他のユーザーさんからこうヒントを得るっていうのはすごい企画かなというふうに思って、今24回までやりました。ということは100人100通りって歌っちゃったからね、すごい、あと75はやる必要があります。皆さん、見ていただいてる皆さんね、あの使ってる歴とかはあんまり関係ないので、もう買って1ヶ月で私使ってるのよっていうお話もめちゃめちゃ私はあの興味深いです。そんな感じでですね、皆さんね、あの、もちろん出るのもいいですし、こう 見て楽しむのもすごいいいと思いますよ。あの公式経営手帳とかパワープラントとか安景比って検索して YouTube ってやるときっと出てくると思いますからね、ですからそこからご覧いただいたらなと、思っております。そんな感じでですね、いろいろ話すこといっぱいあるんですけど、来週にとっておきます。一個言うと、上り、静岡県やりましたっていうね、その話はあの来週させていただこうと。なんでそのハッシュタグ風に言うのが受ける今風な感じ ね、 今ですね。そう、今日公式英手帳ボイスの話をこう、どうしても今ここにドンと入れようとしたのは理由がありまして、それは今日のゲストの方とのこうエピソードがあるからなんですよね、ということでですね、これからね8時50分までお届けしてまいります。では皆さんにはこちらをご覧いただきます。どうぞ。いろいろありますからね、生放送ですからね。OK ですよ、今やってますからね。そう、もうね、鳥越さんすごいこうね、あずりさんね、すごい発展してて、スタッフさんがもう本当に新しい、古い方はずっといて、新しい方がどんどん増えてますから、研修中です。いいですよ、どうぞ。
ですね、株式会社ジャスタ代表取締役の大月由美さんをお迎えしております。ありがとうございます。ね、前回の由美子さんと、ね、はい、今回の由美さん、はい、そしてそのお隣も由美さん、はい、何ですかこの由美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 子、由美由美由美子、今度一回私あのお休みさせていただいてもう由美由美由美子で一回もうやってみたら面白いかもしれないですね。ありがとうございます、ね、ありがとうございますということで、はい、今日天地人ファミリーの、あの、お月さん、今日何回目ですか？3回目。ありがとうございます。完全に天地人ファミリー、ね、ファミリーだね。ファミリーご紹介くださってありがたいわと思います。もう皆さんも、あ、大月さんといえばっていう感じでね、はい、もうすっかりあのおなじみの方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、うん、全国親バカ大会のね、うん、お話を何回かさせていただいてますけども、はい。はいはい、今日もいろいろとね伺っていきたいと思います。そうですね、ありがとうございます、はい、そう、それでね、うん、それで親バカ親バカっておっしゃっててね、はい、前来ていただいたのが11月だったんですよね、去年のね。本当ですね、はい、半年経ちました、うん、あれからね、うん、あの親バカのあのねコミュニティがどうなっていったのかもう興味津々で、はい、ありがとうございます、はい、そしてね、あ、そうだ、その前に、ね、今もういきなり親バカで始まっているんですよ、ね、初めましての方もいらっしゃるかもしれない。そう、初めましての方もいらっしゃると思います、はい、それでね、あのすごくすごく簡単に、うん、めちゃめちゃ簡単に、はい、あの分かりやすく自己紹介していただいていいですか？はい、はい、はい、今あのご紹介に預かりました、子育て支援コミュニティ人いくという運営をしております。その中で、まあ、あの年に1回ですね、全国親バカ大会というのを開催しております、代表の大月由美と申します。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。そうね、もうね、こう今こうやって聞いたら親バカの人ってわかるでしょう、うん、そうです、わかるでしょうって名古屋弁な感じなんですけどもそう、それでね、最近ね、うん、そう、実はね、講師経営手帳、さっき話したあれ、はい、はい、うん、ボイス実は、うん、23番目と24番目は、はい、2回ともね、実は大月社長なんですよ。2回、うん、そう、しかも今朝今朝8時からですね、うん、そう、あの前にね、1回あのマンツーマンでお話をいろいろ聞かせていただいて、今会社がめちゃめちゃ絶好調って話相当聞かせていただきましたね、はい、ちょっとあのきっと1年後にあのこんなになっちゃったっていう話を多分10倍ぐらいの話を聞くことになると思います、はい、おそらくですね、先に言っときます、2023年の7月、大月さん来る予定になっておりまして、あれからどうなっちゃったのかっていうのはですね、そっちの会社の数字の上がった方はその時に聞こうと思いながらですよ、それ聞いてね、うん、で私あと75人なんですって話をしたら、うん、分かったわよって言ってすぐに、はい、あのご連絡くださってね、あの人いくのメンバーの方、はい、これは何グループでもいいのって言っていただいて、うん、いいです、もうウェルカムですって言ったらですね、うんうん、分かったって言ってもうすぐにあの声かけてくださって、お申し込みくださって、うん、今日も4人でね、朝8時から4人で、はい、その実行力がすごい、うんうん、そうだったのよね、うん、それでね、あのもうすごく手帳を活用されて、こうメンバーの方ととかと、あのご相談ある方とっていう感じでめちゃめちゃ活用されてる感じで、はい、ありがとうございます。すごく気になったんです、その帯の位置が、ね、帯の位置が毎回気になってまして、皆さんちょっとご覧いただいてね、はい、こっちが、ね、わかります、よくあるタイプなんですけど、はい、これアン先生ですね、うん、はい、私もびっくりなんですが、はい、帯を取らずに今ずっと持ち歩いてますよね、はい、で自分その非番切符踊りをして、はい、爆上がりしていくたびに上がってちゃんと足後に上がってますが、これ自然現象なんです。自然現象なんです。面白すぎます。とかこの活用した分上がってきたのかなっていう。私まだちょっとですね。いやいやいや。そういう感じなの。これ自分では上げてないんですよ。それハンドパワーな感じ。ハンドパワーな感じしますね。ありがとうございます。コメントいただいております。あの、あ、
ありがとうございます、矢野さん、あんちゃん、あ、私か、ありがとうございます高松から応援してます、本買いました、いいね、ありがとうございます、ありがとうございます、あと名古屋でお世話になっている山内さん、ありがとうございます、こんばんは、見ていただいてありがとうございます、あと、兵庫県から、オーナーさん、ありがとうございます、こんばんは、楽しみにしております、ありがとうございます、そして、あ、ゆみさん、お久しぶりです、トーク楽しみです、浦田愛子さん、ありがとうございます、そんな感じでですね、バンバン、ね、会社経営なさるまでどんな道を歩んできたのかはこれまでの2回見ていただいてまあ、言っときます、もうね、従業員さんがもうほとんど動いてくださって、社長は今自分のやりたいことをやっておられるっていうステージの経営者さんです、はい、その中のもうメインがこの人育、はい、子育て支援コミュニティ人育ですね、ありがとうございます、はい、というねコミュニティをやり始めてどれぐらいですか、やり始めて、はい、2020年の9月スタートなんですよね、2020年か、じゃあ間もなく2年、はい、間もなく丸2年経つですね、でその進んでいく中で、うん、最初は子育てをしてきて、うんている、うん、はい、まあ、経験者 の、うん、ママたち、志高いママたちが集まってきてたんですが、うん、今はさらに専門性を高めるという意味で、うん、まあ、ちょっといろいろ組織をね、こう、うん、潤すためにどうしたらいいかっていろいろな、はい、検索をしたところ、うん、潜在保育士さんが日本に95万人いることが分かった、95万人、せっかく国家資格を取得して、うん、頑張ってね、志高く、まあ、得たものを、うん、現場から離れてしまったりとか引退されたり、でも志は温かい、うん、まだまだ頑張りたいよっていう方たちを、はいはい、まあ、募集をかけて、うんうん、で興味を持ってくれた方に、はい、ちょうどその子育てコンサルタントという名称をつけて、うん、でコーチングスキル、まあ、保育資格は持ってますからその基盤はしっかりできてますよね、うんうんうん、でそこにプラスコーチングスキルと、はい、企業さんにこのコンサルタントを配置したいっていう思いがありますので、はい、まあ、社会人としての最低限のマナーを身につけるというところをプラスして、うん、で育成している最中です。すごいです、そこまでステージがこう上がってきている感じで、ね、はい、先のビジョンがしっかりあるのと、やっぱりその今ある環境の中で何ができるかっていうのがすごく具体性が高くていいなと思います。ありがとうございます。ただやはり進んでいく中で、うん、いろんな問題点とか質問がある中で、やはり今の発達支援の方に力を入れている方も多かったり、またお子さんのちょっとグレーなところが気になるんですっていうお声も多くなってきたので、そこの専門家も一緒にジョインをしてまた再スタート、はい、聞いてます。あ、すごく心強いですね。心強いです、ありがたいです、うん、いろんな方との、それこそアン先生も、うん、ありがとうございます、はい、通してのご縁が広がっているので、これってあれですか、きっかけってどんなきっかけだったの、ね、最初はきっとメンバーを増やしてイベントするっていう方向に向かって今もやっておられる中、うんうん、はい、こういった専門性の、ね、高い方、そういうメンバーも入ってくるっていうのはきっとどこかこうきっかけとか求めてるものがあるからきっと反応して引き寄せられてるかなっていう部分があって、はい、と勝手に思ったんですけど、はい、このあたりっていかがですか、こちらもね、こう、こういうことをやってます、志高い方集まってくださいっていう中で、うんうんうん、元保育士さんですとか元保育士です、うん、または管理栄養士ですっていう方も、あとは看護師さんもお問い合わせがあったんですね。そんな中でどういったお悩みがあるって言ったら、やっぱ志が高くて自分の保育館を貫いていきたいから、まあ、現場を離れて自分でやっていきたいんだ、ただ一人で支援していくのはなかなか難しいから、なんか出会いがあったので、ぜひぜひちょっと一緒にやっていきませんかっていう中、問い合わせが多かった保育士さんからヒントを得たのが、まあ、それはすごいね、大きいです。皆さんネットで何を見て問い合わせしてくださる方が多いの、はい、まあ、インターネット上もありますが、はい、まあ、一番の大きいきっかけこの手帳ですよね、うん、と、あとはビジネス帝王学の出版記念パーティーの時に、はい、お隣に座った方も、はいはい、現保育士さんだったので、すごい出会いと引き寄せ、まあ、本当ですね。だからママっていう共通点と、うん、まあ、自分の保育館を持って支援をしていきたいっていうところが合致したんですよね。順調な感じで、ね、ありがとうございます。そうですか、そうですか。実際親バカ大会、はい、親バカ選手権、親バカ大会ま
お話11月にお伺いした時って次いつありますとおっしゃってましたっけ。最初は5月を予定していたんですね、うんうんうん、5月予定していた、5月の8日を予定していたんですが、うんうんうん、やはりいろいろな、うん、ご縁も大きくなってきているので、うんうんうん、そこからこういうふうにした方がいいんじゃないか、ああいうふうにした方がいいんじゃないかっていう意見が出てきたのでちょっと伸ばして、はい、今回は8月の19、20日の2日間決めました、はい、すごいですね。はい、今ですね、はい、まず19日はオンラインセミナー、はい、オンラインセミナーで子どもの可能性を広げるっていうのをテーマにしてセミナーを開催します、はい、でその中には、うん、エアブラシで自分の道を切り開くというエアブラシなんですよ。で私もちょっと初めての経験で、はい、福岡の元保育士の私たちの子育てコンサルタント1号の方が引っ張ってきて、うん、ここでお話ししてくださいっていうのでご縁が広がったんですが、エアブラシ何ですか。ですね、エアブラシ、そう、私また始めたからわからないんですけどね、いろんな見てでもその方自身がやはり元プロボクサーで、うん、で、まあ、脳障害があることが分かって、うん、そこからエアブラシに出会って自分の世界が広がったっていうところで、ご自身もやはり発達のところが障害を持っていたので、うん、そこを支援できたら、支援できたらとか皆さんにここを話していきたいというのでつながったんですね。で今決まっているもう一人の方は、うん、ゴールキーパーコーチで太田渉さんっていう方なんですけれども、ゴールキーパーコーチで世界を変える、動けば変わるっていうところをすごい熱く語っていただいて、うん、ご自身でやはり大きい夢があって、うん、プロサッカー選手となって、ね、まあ、帰国して今はいろんな子どもたちにやはり支援をしている、うん、はい、で私たちの人行くでも子ども食堂、子ども夢テーブルっていうのをやってるんですが、うんうん、そこでも太田選手からも支援をいただいてしてますので、本当にありがたいことです。そうですか、そうですか、はい、その方たちが講演してくださる、セミナーで、オンラインセミナーで、これが19日なんですね、はい、8月19日、ありがとうございます。出ます、見られるあと最後、あ、画像がね、画像先に出せます、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これですね、はい、19、20の両日開催で、はい、はい、でまたこれをオープンしたらですね、はい、またさらにご縁が広がって手話ダンスの方が、うん、手話でダンスをする、でそこに一緒に20日の日は夏祭りをするので参加したいですっていうご縁も広がって、はい、トトロで踊ったことあります。わ、すごい、なんかこうやってなんかみんなで保育園の時に、子供が保育園の時に手話ダンス多分やりました。それで子どもたちもやっぱり、うん、そのありがとうとかなんかね、はい、簡単な手話をすごく身近にね、うん、感じるやつをこう馴染みのある曲で覚えてたんですけど、うん、そういうやつですか。そういうもので、まあ、で親子でちょっとでもそのご挨拶、うん、私もそうですけども、うん、手話ができたらまたちょっと広がってコミュニケーション力も変わるじゃないですか、うん、そこも触れるきっかけを作ってあげれたらなっていうふうに思ってます。ね、なんかやっぱりこうやろうとしたことにいろんなこう志のある方が集まって、よりいいもの、よりいいものってなっていくのが、ありがたいです、ね、でもワクワクしますね。ワクワクしますね、うん、そうですか、そうですか。実際これどういう方がこう、ね、支援というか社会に貢献をって思っておられる方とか、うん、でその子育てについてって考えておられる方で、うん、何か自分が力になったなっていう方が、まあ、集まってこられてるっていうようなお話を今日伺いながら、はい、悩んでるお母さんがも中に入って、この輪の中に入ってこられる感じ。それはもう入り口の相談の部分ですね、支援をしたいって、まあ、独自の自分の持っているスキルでこうやっていきたいという方は、やはり元保育士さんであったり現保育士さんであったり管理栄養士さんだったり、またまだメンバーにはなってませんが看護師さんもちょっとメンバーの枠に入れて進んではおります。それだけの顔ぶれがいると、うん、悩んでるお母さんも誰に聞いたらいいのかしらっていうね、こう漠然とした悩みっていうのがたくさんあると思うんですけど、うん、言いやすくなりますよね。こう言って、え、それ何なのっていうふうに今まではこう言っていいのかどうかっていう悩みも、うん、その専門の方が受け止めてくれて、これで
大丈夫なんだよって、間違ったことじゃないよ、大変だったねってこう寄り添ってくれるだけでね、うん、きっと子育てってすごい楽になって楽しくなるものなんじゃないかなと思うんですけどね、うん、ありがとうございます。今特にね、あの孤独な中、うん、まあ、子育てをしているママさんも多いと思うので、うん、そこをね、なんか親バカ大会とか出てきていただいて、はい、余裕があってこそ初めてこう自分の子どもの可愛いとこって、ね、客観的に見れるというか、まあ、すごい主観的でもいいんですけど、うん、そうかなと思います。やっぱ親の気持ちにゆとりがないとね、なかなかね、うん、そう、このなんか親バカやるほどでもないけどみたいな方でも、なんかちょっとでも興味があったら、うん、こうアクセスしてもいいっていいんですよね。もう本当今回はあの、うん、Facebook グループ全国親バカ大集合というところに、うん、まあ、登録をしていただければ、うん、もうどなたでもその、あのセミナーも聞けますし、うん、まあ、参加もできて、で、あの許されればその20日あの夏祭りでリアルで、リアルの夏祭りを、はい、やるんです。リアルの夏祭り、はい、場所はどちらで、うん、場所はですね、今大宮にしようか、板橋にしようか、うん、池袋にしようか、このちょっと3点ぐらいの周辺で、はい、今決めております。なかなかですね、この飲食が難しいっていうのと、うん、あとはあの、うん、子どものイベントをちょっと遠慮してほしいっていうところの場所であるので、ぜひさん、なんかいいところがあったらぜひ、うん、教えていただければ嬉しいです。すごいですね、ありがとうございます。実際そしたら今メンバーも拡充しているっていうことで、いろんなこうお悩みに対応しやすくなってきてる、そんな感じですか？そうですね、うん、でさらに本当専門性のある先生も招いてきてますので、そこで学びが深まっている、うんうん、こう皆さんにね、うん、せっかくご覧になってますからね、こうえ私も入っていいんだとかえこんなことを言っていいんだとか、こうお金かかるのとか、いろいろ、うん、こうきっとあのもう前向きな方は行くってね、いっぱいいらっしゃると思います。でも一方でなんかそういう方の方が少ないんじゃないかなっていうふうに思うんで、ね、すごいあのこういった機会ですからね、あのすごい、あ私でも行っちゃおうかなっていうようなね、そういったところをね、こうこれから、まあ、あのこの放送今日ね後半8時半ですから後半なんですよね。後半はねそんな感じで、この、ね、ご覧になっている方の例えばお友達でね、はい、あの私の友、あの親バカの人とこ行けばいいのにって今日ね、あの私は違うけど、私はもうね子育て終わってるけど、あの人行けばいいのにみたいな感じでね、一人でも、ね、悩んでる方がね、あのすっきりしたら、ね、ほっとしたらいいなみたいな感じで、そのあたりをね、よかったらね、実はね、私はあの母ではないので、あの母同士でお話をしていただいたらなって、なんか目的っていうか、こう着地点はあのハードルを下げて、こう誰でもいいんだよみたいな感じでっていうので、こうね、私関係あるのって、関係あるけどでもなんか私はみたいな、その自己肯定感って親バカの時におっしゃってたように、うん、はい、ね、あのお子さんの自己肯定感もですけどもね、お母さんの自己肯定感っていう部分もあると思います。で自己肯定感低いと、あの素晴らしいもの見てもね、私はこれ関係ないよねみたいな風になったりする部分もあると思いますし、そのあたり、あの どんなお母さんというか、こんな方がこういう風にな心配を持ちながら入って、今こんな感じですよとか、何か事例でもお聞かせいただいたらなと思うわけなんですね、うん、はい、ありがとうございます。不登校に悩んでいる、うんうん、あのお母さんとかもいらっしゃいますよね、うんうん、そこであの、まあ、スペシャリストといえば、その人育の中で38年間教員をされていて、うんうんうん、中学校の校長先生で、まあもう終わったとかね、うん、あのお仕事を、うん、あの辞められたっていうところがありますので、うん、その先生をつないで、やはり38年間の教員歴がありますから、うん、いろんな経験をされてるんですよね、うん、なのでそこを子育てはしなくてもプロの視点から伝えることができる、で足りない部分はこの子育てママたち、うんうん、でサポートをしていく、うん、そしたら Facebook のグループが中心で、 Twitter とか、うん、そこの中は、まあ、人行くという、うんうん、あのメンバーの中ですね、うん、はい、あ、そうですか、うん、クロちゃんも入ってんの、人行くはまだ入ってないですね、はい、とかも会員のね、はい、なので会員、はい、会員、人行くに入るにはどうしたらいいんですか？あ、人行く、あの
子育て相談はお問い合わせいただければ、あの対応させていただいて、あの保育、人育のメンバーは子育てコンサルタントになりたい方は、保育士、幼稚園の先生、小中学校の教員免許を持っている方が子育てコンサルタントになる資格はお持ちになっている運営側の方の方なんですね、サポーターっていう立場ですかね、もう一つファシリテーターという、まあ、そこまでではないけれども、地域の、まあ、PTA で困ってるからこういう対応はどうしたらいいのとか、PTA で私リーダーやってるからもうちょっとスキル上げたいなっていう方が、あの地域をまあ、盛り上げ役のファシリテーターというコースもございます。ただ皆さん最初ファシリテーターでスタートするんですが、あの資格を持てる方は子育てコンサルタントに勉強を繰り上げてされてますね。そうですか、そうですか。そこに興味はあるんだけどみたいな感じの方だと、もう一つなんかこう緩いところもあるんですか、そのがっつり入っていくよりも手前というか。手前も相談会とかイベントをちっちゃいのをやってるので、その時に入ってきていただいて、いろんな衣装の共通事項とか問題点についてお話ししたりとかしています。あ、そうですか。今ねホームページ見たら商標取ってるんですね、人行く。あ、はい、取ってます。すごいしっかりやってます。いやいやね、実際そしたらそうですよね、質問こう、ね、メンバーが揃ってきて上がりつつありながら、ここからね、あれですよ、こういったコミュニティ、今は東京、まあ、ネットでつないでるからね、全国でつないでるので、そうなんですよ、全国で、まあ、目標のところも全国各地に各リーダーさんがいて、で、あの支部でこう分かれていくっていうのが私の理想なんですけども、で、今は東京、埼玉、群馬、和歌山です。はい、広がってます。あ、そうですか、そうですか、でしたらね、もうね、これをご覧になってる方、今言われた件じゃない方、いつでも手挙げてご連絡いただきましたらね、というふうに思います。じゃあいろんな立場の方がまずはあの関心持ったら連絡するっていう感じで、ありがとうございます。そしたらこの連絡先っていうのは、ツイッターとか、まあ、どこが一番連絡ですか。ホームページ、人育のホームページ、人育さんのホームページ、人育さんのホームページって出ますか。あ、今これ親バカのあれですね。あ、これ親バカなんだ。親バカの、あ、でもここでも大丈夫です。ここでも大丈夫。はい、一回じゃあ今の見せてくださったのちょっと見ていきましょうか。素敵な写真。まあ、親バカ愛で日本中に親子の笑顔を届けるですね。まあすごい。で、親バカ大会の副代表が以前こちらでもお世話になった、あの大出千秋さん、副代表に現役ママで、はい、入ってくれて、元気いっぱいの現役ママ、はい、彼女も私のことパイセンって呼ぶんですよ。学生時代の後輩だからね。そうそうそう、だから彼女もこの、初日19日のところで子供と、まあ、親子のお金についてのことを話してもらう予定になってます。そうですか、そうですか。もう親子で自己肯定感爆上がりするよっていうところですね。すごいね、親バカ会員ってもうなんか名前にこうさらっとバカって入れてるところが、ね、面白いなと思いながら、まあ、以前でも言われましたけどね、バカっていうことはあまり良くないからっていうのもありますけれども、でも親バカっていうのは一つの単語なんではないかなっていうふうに、人育の名誉教授とも話してるんですよね。親バカ、あ、これは名誉教授ですね。そうですか。今ね、あのね、Facebook のページからご覧になっている方はね、今あの人育さんにね、ホームページをね、画面で見ながらお話をしています。スタイとかかわいい。すごいよ、これ。グッズがすごいですね。今回参加費は無料にしてるので、その分、もしあのよかったら、よかったら親バカグッズをぜひ手に取っていただいてご参加いただくか、で、この親バカグッズの収益の一部を、私たちの子ども食堂も運営してますので、そこの、あの寄付として運営させていただきますっていうのを挙げております。あ、すごいね。あ、8月10、19、20日、はい、ここですね、エアブラシの、はい、これ出てきますね、何なのかっていう作品が、はい、すごい出てくる。あ、作品に出てないか、なんか、これはまあね、今見てこう大人が主体ですけども、
子供あっての大人の主体じゃないですか。はい、そうです、おっしゃる通り。でも、うん、その時はなんとなくよくわかんないでついてきた お子さんたちが、うん、あ、自分たちのことを大事にするあまりにこんな親が熱くなっちゃっていろいろやってくれてたんだって後々気づいたらめっちゃ嬉しいんじゃないかなって、うん、本当にこの企画も携わっている、はい、もう大学3年生から携わっている子いるんですね、うんうんうん、で将来的にはその女の子にこの親バカと一息を託していきたいっていうふうに、ん、そこまでも、はい、考えてます。すごいね。あ、猫で推薦者の声で、はい、なんと由美子さん来ました。はい、ありがとう。でもう下に行くと今度はもうドンが出てまいります。ドンドンドンがドドンと出てきて応援してください。聞いたあ、もうそうですよね、浜綱社長ね、うん、ありがとうございます。そうですか、すごいですね。すごい方たちがこうバックについておられるんですね。はい、ということです。ありがとうございます。今ね、はい、ホームページ拝見してましたら、あ、今後やっていきたいこと、うん、親子の夢が叶う活動、うん、スポーツを通しての交換留学、うん、世界レベルを知りスキルアップ、はい、うん、世界の親子がつながり、里親交換体験、その国の文化に触れ、いろいろな国の事情を知り、ね、見聞を広げる、あ、これやりたかった。その2020年の9月だったので、うん、もうあのコロナになって、うん、で、あ、どうしようっていうところで作ったものですよね。そうですか、すごいね、なんかこう夢がありますね、うん、ね、こういうね、もう、あのすごく乱暴な言い方すると、ね、あの会社ほっぽり出してこういうことをやってられるぐらいに会社が安定してるってことですからね。そうね、そうそう、ほっぽり出してないですよ、ほっぽり出してないんですけど、わかります、もう現場でもうあーって、あの任せてられるからここにここまで、ね、やれるからね。そしてこっちのね、うん、こう組織もだしね、運営もね、すごいできてるの。本業がすごいんですよ。本業がすごいから、いやいや、こっちの活動までしっかり仕組み化ができて、ちょっと汗が出てきましたさすがだなと思います。なんか片手間にやりたいみたいなとはやっぱ違いますよ、うん、おっしゃる通りです。気合とね、そうなの、うん、すごいんですよね、うん、そう、もう全部ね、あの吉報のおかげでどうなったか、1年後にあの何が何パーセント上がったとかは全部聞きますよじゃあ現時点でちょっと書いておいてね、はい、あの日からね、書いておいていただいてっていうところなんですけども、うん、そうですね、あの何、結構調べてあげてアドバイスするっていうのは どういうふうに活用されて、どんな反応があるのか教えていただいたら嬉しいな、うん、先ほどもどういうふうに入ってくるのってあったじゃないですか、なのでこういったところの勉強会しますよで、あの問い合わせをいただいた方、うんで、勉強の終わりにすごい、まあ、熱心に聞いたりお話をして感想を聞いてる中で、お誕生日いつですかみたいな、もうダイレクトにダイレクトにそれあのえって大体ね、あのおっしゃるので、いやちょっと今日食べた方がいいものとかあので今月の中で何か新しいことをスタートするときにいい日というのをお伝えできたらいいかなと思ったので聞きましたっていうの。喜ばれる、えめっちゃ喜んでくれる。いやもう包容感すごい、うん、いや、ね、私がやっぱり一番最初に会ったのがそこで、うん、めっちゃよくてこう印をつけていってたので、はいはい、だからここだなと思ってそれを伝えてます。うこう印のところとかでしたので、うん、嬉しくなっちゃうようなねありがとうございます。あの横から今ね、社長の手帳を横目で見ながら、はい、あのそうなの、まあ、今ねポロッとおっしゃいました。私も来たなと思ったのいやこれね褒め言葉なんですよ。あのね本当にあの今回ね、公式手帳ボイスって言ってお一人お一人とね、私20分ぐらいお話をさせていただいてて、でだん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 皆さん見ていくと手帳が汚いんですよ。でね、あの使えば使うほど、で書けば書くほど、めくればめくるほど、見れば見るほど活用してるってことですから。ですからね、あの手帳は汚してなんぼやでっていう話になったんですよ。かっこいい。汚してなんぼやっていう話をおっしゃったの私じゃなくて、こう
お話してくださる皆さんが、なんですね、そう、そしたらなん、そしたらこうだん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 私も皆さんの手帳を見るのの見方がどんだけ、ね、あの美しく使っておられるかというか、違うんです、あの言い方言います、だって汚いですね、これがもう最高の褒め言葉、もうあんちゃん大喜び、汚ければ汚いほどあんちゃんが大喜び、そう、そんな感じでですね、うん、あの何でしたっけ、汚なシュランでしたっけご飯屋さんのみたいな感じで、もう手帳もねそんな感じで、うん、あのね、もう今見せていただいたら、うん、まあいっぱい字書いています、ちょっとね、あの細い、あ、ちょっと皆さん見えないから私が今言います、細いペンで書いてるから綺麗に見えます雰囲気、そうそう、なんか今見たら、うん、細いペンで書いてあるんですよ、細いペンで、ね、細いペンでシャ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 って書いてるから、ね、できる感、できてる感、できる感、そりゃそうですよね、そうですよ、はい、何店舗も会社経営ね、いや店舗経営しておられるような大社長さんですからね、はい、今めっちゃめっちゃあれですよ、はい、あのハードルを上げながら1年後、1年後ですね、1年後ですよ、はい、この番組も続くように皆さんね応援していただきましたね、嬉しく思いますね、もう天地人ファミリーということで今日3回目来ていただきながら、ありがとうございます、はい、あのもうお慣れに相当なりましたね、はい、お二人のおかげでありがとうございます、ね、ありがとうございます、ね、今日本当にあの代表のね、あの、うん、まあ、お人柄、今までどちらかといえばこう、うん、ここまで、ここに至るまでっていうこういう話が多かったのがね、今回ってどちらかといえば今からこう未来に向かってとか、うん、今のこの半年間こんな感じだっただよ、うん、あ、だよって日本語変ですでそんな感じの、ね、少しライトめな、ね、感じの中、ね、キャラクターがを見ていただいたような感じだと思うんですけども、はい、あのもうなんといっても8月、はい、イベント、はい、あと祭り、はい、そうですね、ね、あのアクセスしていただいてですね、うん、あの気があるような感じで、はい、本当そうです、そうですね、気軽な感じで、で協力者の中で、うん、それやるんだったらたこ焼き焼いてあげるよって現れて、すごい、そうなんですよ、ありがたいので、はい、そうですね、ぜひ気軽にいらっしゃっていただけたらと思います、はいはい、ありがとうございますという感じでですね、あのすごい今日ね、ゆるい感じでねお話しさせていただいて、はい、皆さんね、あの興味持っていただいたらと思います、そしてね、あの次回のゲストさんも、ね、2度目なんですよね、うん、はい、あれプロちゃん、あ、前は三郎さんとでしたね、きっと、そうか、そう、そうでした、じゃあ私お初です、はい、あの次週はね、うん、浅野ゆかさんにお越しいただきます、はい、CBD の、 あのロールオンの、ね、あの方です、うん、来ていただいて、実はね、あの方はね、あのモラハラモラオのトリセツっていう本でバズっていて、2冊目あの、ね、モラオのドリル、夫婦関係のドリルを出されて、それも今すごいいろんな書店で1位を取っておられる感じで、そっちの感じで、あの今回はお話しいただく感じです、ですから皆さん、ね、まあ、子育て一方でね、ご主人とのっていうのも点々点っていうのもあると思うんですよ、はい、あのそこら辺の、ね、フォローについては、来週皆さん、ね、うちの、ね、主人どうかしらとかそんな感じで、ね、楽しみにしていただいたらなと思います、はい、という感じですね、一方でね、私の TikTok の先生なんですよ、いろいろ教えていただいて、はい、先生でもあります、はい、そんな感じで、ね、皆さんね、あのいろいろとお話伺いますのでね、はい、楽しみにしていただきましたらとても嬉しく思います、はい、ということでですね、今日の放送は2週間後ですね、鳥越アズー FM の公式、YouTube にですねアーカイブ上がりますので、またね、あの見逃した箇所などございましたら2週間後ですね、ご覧いただきますととても嬉しく思います、すごい、私そのカンペ見ずに上手に言ったの初めてかもしれない、私がもうなんかこっちチラ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 見てたけど、はい、すいません、はい、あの書いてる内容、はい、2年もやってるとね、あの見なくても話すようになるんですね、ということでね、はい、あのユミユミ子という形でですね、はい、あの2週連続ユミさん、はい、期待いただきました、今日はお越しいただきました、ありがとうございます、そして皆さん最後までご覧いただきましてありがとうございます、ありがとうございます、また来週。
ありがとうございました。